アドバンテージができました。うん、始まる前がプラス15ぐらいでしたっけ、16、60。もう一気に、この曲はでもチップって動いてないですよね。はい。まあでも100ぐらいまで行きましたね。はい、行きましたね。100以上で、30、80。W さんがマイナス20から30ぐらいですか。うんうんうん。で、ポンタさんがマイナス70ぐらい。うんうんうん。で、120ぐらい。ポンタさんはじゃあ173ぐらいってことですかね。になるんじゃないですかね。173か。まあ、飛ばしは絶対条件ですね。うん。オレジャンさんの飛ばしは絶対条件で。うんうん。オレジャンさんは昨日数ワンコ上がったらしいですよ。お客さんからの垂れ込みが。はい。垂れ込みがありました。はい。そら昨日数ワンコ上がるわって。さあ、最終戦どうなるのでしょうか。現状有利なのはオレジャンさんですね。はい。はい、厳しいのが W さんとポンタさん。さあ、最終戦。出ましたね、はい。オレジャンさんがプラス109。うんうん。W さんがマイナス27。うんうん。ポンタさんがマイナス82。うんうん。さあ最終戦、W さん、オレジャンさん、ポンタさんの並びでスタートドラは3走です。うん、じゃあ、ポンタさんと W さんはトップはもちろんですが、条件付きトップ。そうですね。はい、オレジャンさんはもう条件をまくられなければ全然大丈夫。でも W さんは W さんはそんなに、はい、136。あ、もうテンパ入った。俺じゃん。え、早っ。俺じゃん、テンパ。あちは関数層、関数層のいっぱい、ドラ1、2、3、4、5、6、わお、7、イペーコードラ7。リーチをかけているのは W さんですね。マッチはカンチーピン。さあ、そうそう、止まりました。ツモペコ。これが、1、2、3、4、5、6、7、10番。はい、6000、1万点のつま上がり。さあ、これでどうなっていくのか。はい、今日の実況は鳥丼です。はい、鳥丼。はい。これはオレジャンのガレナーが来てるらしいですよ。来てるなぁ。はい、来てますね。強いですね。来てる。さあ、トン2曲。オレジャンさんの矢番、ドラは白です。オレジャンさん、早速もうドラの白もいらねっつって。はい。泣かれて、バイマン、ハネマンとか言われても、あんまり痛くないですからね。うんうん、急走頑固になった。これ見てください。ポンタさんの手がすごく面白い手。面本なんですけど、面本イーシャンテンなんですけど。はい。はい。なんかちょっと遠くに、やっぱ打点欲しいし。ユイソ。ユイソよりは主頑固じゃないですか早いの。リーチ。さあリーチに行ったのはオリジャンさんですね。街はカンパーピン。カッピンは場に2枚飛んでますね。はい。けどもうここ躊躇なくリーチ行きましたね。シャンポンだったら一発もだった。ああ。お、これはどうしましょう。間違え？ヤウソ。はい。さあ、あれ？あの人もリーチ行きましたよね。W さん。W さんもヤウソ。あ、これ、ヤウソってダブロンある？オリジャンさん、リアムスを掴んだダブロンです。さあ、そんなリアムス、あ、青か、青の暗冠が入りました。シンドラは白。
ダブロンあるよ。はい。これダブロンしたら2人とも歓喜みたいなやつですね。さあ、カンパーピンタイ、リャンソー。パースはセーフ。怖い。あ、いい数層だったら積もってた。もう一回パースを。スーピン。パーピンは残り2枚。カン。おー、シャーのカン入りました。2対2なんですよね、でも。死んだ、あー、2対1になりました。死んだら3層。リャン層がね。2対 1? そうなんですよ。パーピンの方が多いんですよ。パーピンが残り2枚あるんですよ。パーピン2枚?はい、パーピン2枚あります。パーピンが上がった。パーピンが勝ちました。リーチンドラが1、2、3、4。ブラドラは1枚。5、6。2枚。ハネマンですね。1万8000のチップが2枚。実はね、もうそうなんです。リーチをかけた時には2対2だったんですけど、表示牌で1枚、リャンソーがめくれたので2対1になって。選ばれた感じになってますね。あ、でもパーピーそこに行けるのもやっぱ展望持ってる興味ですかね。はい、だってパーピーいらないですよね、はい、誰も。そうですよね、すごい。ローピン、チーピン一発もでしたけどね。それは黙っといた方が良かったですかね。でも本に気づいてるやつやからね。気づいてるやつやからね。さあ、オレジャンさん、親番連ちゃん、トン2曲、1本はドラを3層です。そうですね、ピンズ良かったですもんね。はい、ピンズ待ってんの自分だけですからね。うん、ただ、2軒に追いかけられると、めちゃめちゃ寒いですけどね。いや、パース切った時ちょっとなんか、おいみたいな感じの切り方しましたよ。はい、お、イーサのトイツを投したのが W さんですね。もうピンズに染めてきましたね。はい。形がいいのは俺のジャンソーさんですね。あ、ポンダさんもこれ仕掛けて。はい。はい。テンパイですね。待ちはウパソ。ウパソでも。ウパソが。4、5。6、7、あと1枚。あ、もう1枚。へえー、こんなん想像めっちゃ安いのに。うわぁ。待ちは老朽層です。ウーパー層対老朽層。ウーパー層、パー層が残り1枚あります。老朽層の枚数も見てみます？老朽層、老朽層は2枚。3、老朽層は5枚あります。さあ、5対1。ああ、ローソが出ました。これで、はい。終了です。リーチドラが1、2、3、4、5。あの、息だけのダチンで、突破3です。チップも、ついでなんで最後取っていきました。はい、いや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 。はい。見事、オレジャンさんが強かったですね。強かったね。はい。もう、連続飛びからスタートで。そうですね。はい、最初、2回、ね、ちょちょちょーんって飛んで、うん、一瞬で2回連続飛びでしたからね。その後の巻き返しが、はい。すごかったですね。はい、うん、3人うちの、うんうん。面白いとこと、怖いところが、いっぺんに見れた感じですね。うんうんうん、はい。いやー、すごい。ポンタさんとね、ダブルさんも結構いい感じだったんですけど、はい。手が入らなかった。仕方がないですよね。よくあることです。よくあることです。はい。短期決戦は特にね、そうですね、本当に、まあ別にうんうん、オレジャンさんは素晴らしい麻雀を打ったんですけど、うんうん、ね、実力がそのままっていう感じではないんでね、うん、はい、はい、ポンタさん、じゃあお願いします。話を聞いていきましょう。ポンタさん、こちらお願いします。あ、強かったです。お疲れ様でした。はい、残念でした。はい。残念でした。しょうがないですよね。ね、苦しかったですね。手が入んなかったですね。終始手がなかなか入らない。昨日悪いことしたんじゃないですか。いやいや。電車で椅子譲らんかったとか。そんな感じだったと思います。いや、本当に終始後手に回って。うん、ね、本当に。まあ、前半はそれでも、
トップなしでも耐えて、ね、はい、ワンチャンあったんですけど、うんうん、後半はもうね、ちょっと追いつけなかったですね。うん、なんせも後手後手で厳しかったですね。うん、手が入らなかったですもんね。うん、まあ、本当に今言ってたんですけど、麻雀の、難しいとこと面白いとこがいっぺんに見れた、うんうん、ね、この大、この組そんな感じだったかなっていう感じですけどね。うん、まあしょうがないです。まあ、はい。はい、しょうがない。来年も。いや、来年は。え、なんでよ、まあ、そろそろ。ここで、第2回の方杯からね、負けたことがなかったんですよ。そうですよね。無敗やったんで、負けたんで、もう引退です、僕。なんで？あとは下の子に譲ります。譲ってくれて。はい。で、来年は下の子が出てきてくれる。あ、出てきてくれます。はい。それを期待してみましょう。はい、さあ、そんなポンタさん、お店どちらにありますか？難波と天満、はい、JR 天満駅の前に、あります、うんうん、毎月ね、いろんなイベントやってるので、ぜひこれを見てる、方いましたら一回立ち寄ってください、はい、お願いします。皆様ぜひぜひジンジャーエールがね、今期間限定であるので、はい、ここが一番のピックポイントなので、はい、はい、お待ちしております。はい、はい、今日は残念でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます、ポンタさんでした。はい、それでは W さん、お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、前半戦終えた時は首位だったんですが、そうっす、やっぱ三半チャンあるんでね、残り。そうですね。俺ジャンさんのもう、そうですね、大型台風に巻き込まれましたね。はい、すごい勢いでしたね。そうですね。え、これほんまですか？え、ダブルさんマイナス543ポイントってなってますけど、そんなわけない、ね、そんなわけないですよね。はい、ないですよね。ないです。マイナス543です。543はないですね。これは多分間違いです。はい。はい、54じゃないですか。そうですね。54ぐらいです。うん、はい。はい、ちょっと。ねえ、1回目、2回目、飛ばし飛ばし、飛ばされ飛ばされが、そうですね。そのままひっくり返る。そうです。ねえ。なんか、最後らへん、後半、剣というか、見ることがちょっと多くて、戦いすらできひんようになってきて、うん、ね、一方的になっちゃいましたね。そうですね。いや、でもいい麻雀打ってらっしゃるね。そうですね。まあ、またこれで来てくれてるファンの人増えましたよ。いや、僕は次どうしようかな。いや、もう声かけてくれますよ、また。いや、いい感じでしたね。はい、本当にいい感じだったと思います。来年もぜひぜひ出てほしいんですけど、はい、僕はね、はい、いい麻雀です、うん、ありがとうございます。さあ、そんな W さん、お店の PR 教えてください。はい、まあ、新しいスタッフも、うん、まあ、若い人から年いった人までみんな入ってきて、うん、で、まあ、本当にお客さんが入って、まあ、単純にフリーに入るのではなく、うんうん、このお客さんのこの雰囲気を、うん、まあ、例えば年配だけでやりたいなとか、はい、そういうのも汲み取った、うん、結構こう空気読んだ感じの、なるほど、じゃあそうなんで、はい、来やすいかなと、はいはい、うん、で結構出前とかがやっぱり場所柄重層なんで、はい、はい、まあいい感じで、おお、あるんですね、いろんなものが、はい、あと駐車場完備なんで、おお、駐車場完備いいじゃないですか。それいいですね、はい、駅前で駐車場完備っていいですよね。珍しいですね。そうですね、はい、もし駐車場が満タンだったらそれも遊んでいただけるお客様は無料ということで、おお、はい、すごく、まあ、あの辺結構駐車場も多いですからね、うんうんうん、そうですね、はい、はい、はい、そのダブルさん、重曹にあるお店なので、皆様ぜひぜひお越しください。はい、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ダブルさんです。はい、さあ、ラスラス、飛び、ラスラスっていうよりも、飛び飛びスタートから。飛び飛びスタートからの。はい、見事、勝ち上がりました。ラウンド2、はい、大阪本組を勝ち上がりました。俺のジャンソーさんです。こちらお願いします。お疲れ様です。まずおめでとうございます。かっこいい。はい。おめでとうございます。いやー、かっこよかったよ。すごい。すごいですよ。ついてましたね。ひたすら、ひたすら最後の方。いやいやいや、息っぷりもいいし。うん、もう、はい。もう、僕、展望あっても足りないんで、何番でも。いや、もう素晴らしい。いや、ね、ちゃんと続行したところとかね、うん、トップで上がりやめ選択できるけど、ちゃんとここがもう飛ばしどころやっていうの分かって。そうですね、しっかりと続行して突破積もられても大丈夫な状況だったんで、うんうん、はい、ちょっと今かなって思って、そうですよね、はい、はい、
なんかでも、リャンスを暗観して、補充したときに、イーピンがそれ乗ったじゃないですか。あれだけでやっぱなんか、はぁーみたいな。めっちゃリャンスを前切るか悩んだんですけど。いや、応援団が言ってましたよ。調子に乗ったなって。でもリアンさんって通ってない範囲、はい、通ってないは通ってないんですけど、はい、それやったらね、ま、それでもって言われるかもしれへんやったら、応援団は言ってました、調子に乗ったなって。もうなんてめちゃくちゃ言ってましたね。よかったです。でも最後もしっかりカンパーピンとかでも、ね、あれね、リアンさん持ってきたらね、実はダブルオンだったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でもまあリーチかけた段階では2対2で、まあ、リアンソが1枚めくれたので2対1、それを見事上がりきって。6ピンやったら即でした。ああ、言ってますよ。言ってた。はい。まあまあ、それもありの、うん。で、そうですね。お見事でした。はい。はい、これで多分お店のスタッフっていうかね、お店の方も言ったら見てくれてますかね。はい、まだ見てない。準決勝から見てくれる？多分。決勝ぐらいです。決勝決勝行けたら、そうですね、見てもらいます。はい、じゃあ次は準決勝ですけど。はい。はい。なんとか、ね、はい、ここまで来れば、はい、あと2回ですんで、うん、はい。あと2回で優勝ですからね。はい。はい。はい、頑張ってもらいたいところです。はい。俺のジャンソーさん、最後になんかお店 PR 教えてください。近代通りにある、近代通り、近鉄長瀬駅の近代通りにある俺のジャンソーです。学生が多くて、にぎわってるんで、近く寄られた際はぜひ遊びに来てください。はい、ぜひぜひ皆様、こんな強いスタッフがいる俺のジャンソーさんへ、はい、はい、お越しください。はい、はい、今日はおめでとうございました。おめでとうございました。一歩的、いや、ね、そうですよ、ね、はい、強かったです。ポイントもダブルさんがマイナス54ポイント、ポンタさんがマイナス182ポイント、そして俺のジャンソーさんなんとプラス236ポイント。素晴らしい、素晴らしいですね。後半一気に来ましたからね。一気に来ましたね。はい。さあ、それでは本日の最終組ですね。はい、ラウンド2全体の6組目、本日の最終組の模様をこの後お伝えしていきたいんですが。5時50分ぐらいですね。そうですね。17時50分頃から放送を再開しますので、はい、それまでは皆様こちらをご覧になって少々お待ちください。